今日はバレンタインデーです。いよいよ来ましたよね。いよいよ来ましたね、はい、今年は日曜日ということで義理チョコ需要が例年より少ないことからデパートも対策を打っています。日曜日のデパート、他の売り場よりもとりわけにぎわっているのがこちらのバレンタインコーナーです。デパートの特設コーナーはにぎわいはあるものの、今年はバレンタインデーが日曜日ということもあり、職場での義理チョコは金曜日に渡すケースが多かったようです。一方で義理チョコ自体を送らない人も多く、義理チョコの需要が例年に比べると減っているということです。休みの日の方がみんななんか嬉しいかなって、平日だと配らなきゃいけないんで。義理チョコっていただきましたか？あー、多分出てないんですね今年は。松屋銀座では特設会場を明日まで延長して、駆け込みで義理チョコを買う客の取り込みを狙います。義理で差し上げるっていうのも少なくなるだろうと予想はしてたんですけれども、やっぱりここに来て非常に顕著にそれがこう体に染みるというか、12日に渡すのをちょっと忘れてしまったとか、そういった方たち用に明日の15日の月曜日までここの特設会場は販売をいたします。金曜日の日にもらえるのかなと思ったらもらえなかったので多分月曜日かなと、いつお渡しします？それは明日渡そうかなと。